財務大臣麻生太郎君。平成25年度予算のご審議にあたり、財政政策等の基本的な考え方について所信を申し上げますとともに、予算の対応をご説明させていただきます。1990年代以降、グローバル競争が激化するなど、内外の経済環境が構造的に大きく変化する中、日本経済は長きにわたりデフレが継続いたしております。賃金の下落が続き、消費や設備投資が伸び悩む中で、成長期待の低下やデフレ予想の固定化が見られ、将来不安などから国民の間に生じた閉塞感を払拭できない状況が続いてまいりました。戦後、こうしたデフレ不況を経験しているのは、世界中で日本のみであります。デフレは未来への投資を阻害するという意味で、日本を劣化させるものであり、日本経済を衰弱させてきた根深い問題であります。こうした状況を打破し、デフレ不況から脱却するためには、従来の延長線上にある対応では不十分です。第二次安倍政権では、これまでとは次元の違う政策パッケージとして、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の三本の矢を一体的、かつ強力に実行して経済再生を推し進めてまいります。第二次安倍政権は発足後1ヶ月余りの短い間で、日本経済再生に向けた緊急経済対策の策定、平成24年度補正予算の編成、日本銀行との共同声明の取りまとめなど、果断かつ的確な政策対応を矢継ぎ早に重ねてまいりました。こうした第二次安倍政権の経済政策に対しては、去る2月15、16日、モスクワで開かれた G20 においても、諸外国から強い関心が寄せられました。私からは新政権が日本経済の再生に着実に取り組んでおり、日本が再び活気を取り戻すことで、世界経済にも良い影響を与えることをしっかりと説明してきたところです。昨年後半には世界経済の減速なども背景に、日本の景気は弱い動きとなり、景気の底割れが懸念されておりましたが、最近では株価も回復し始めるなど、明るい兆しが見え始めてきているところです。今後とも為替市場の動向について、引き続き注視するとともに、こうした動きを民間投資の喚起や雇用、所得の拡大を通じて、確かな経済の再生につなげていかなければなりません。そのためには、先に成立した平成24年度補正予算の速やかな執行を期すとともに、15ヶ月予算として同補正予算と一体的に編成した平成25年度予算、平成25年度税制改正を着実に実行に移していくことが必要であると考えております。さらには、本年半ばをめどに、日本経済の競争力と成長力の強化に向け、経済構造の変革を図る観点から、大胆な規制、制度改革を含む、野心的な成長戦略を取りまとめることとしており、引き続き、切れ目のない政策対応に全力で取り組んでまいります。一方で、いつまでも財政出動を続けるわけにはいきません。依然として非常に厳しい日本の財政の現状も踏まえ、日本の財政に対する信頼を確保していくことも重要であります。社会保障、税一体改革を継続するとともに、2015年度までに国に地方のプライマリーバランスの赤字の対 GDP 比を2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化するとの財政健全化目標の実現を目指し、財政健全化と日本経済再生の双方を実現する道筋について検討を進めてまいります。続いて、平成25年度予算及び税制改正の対応をご説明させていただきます。平成25年度予算につきましては、緊急経済対策に基づく平成24年度補正予算と同様に、復興、防災対策、成長による富の創出、暮らしの安心、地域活性化を重視いたしております。また、老朽化対策など、国民の命と暮らしを守れる公共事業
予算や国民の安心のための防衛予算を充実させる一方で、生活保護や地方公務員給与などについて適正化、見直しを行うなど、予算の効率化を図っております。こうした取り組みを通じて、4年ぶりに税収が公債金を上回る状態を回復させるとともに、プライマリーバランスを着実に改善させ、財政健全化目標の達成に向けた第一歩となる予算といたしております。基礎的財政収支対象経費は70兆3700億円であり、これに国債費22兆2415億円を合わせました一般会計総額は92兆6115億円となっております。一方、歳入につきましては、租税などの収入は43兆飛んで960億円、その他収入は4兆飛んで535億円を見込んでおります。また、公債金は42兆8510億円、年金特例公債金は2兆6110億円となっております。次に主要な経費について申し上げます。社会保障関係費につきましては、国民負担の増大を極力抑制する観点から、生活扶助基準、医療扶助の適正化などの生活保護の見直しを行うとともに、暮らしの安心を確保するため、生活困窮者の自立、就労支援、及び生活保護世帯の子どもに対する学習支援などを推進することといたしております。また、待機児童解消のための保育所の定員増加など、子育て支援の充実や難病、がん対策の充実、強化に取り組むことといたしております。加えて、成長による富の創出を実現する観点から、医療関連分野におけるイノベーションの一体的推進に取り組むこととしております。文教及び科学振興費につきましては、学力の向上に向けた施策や、いじめ対策などの施策を充実するほか、奨学金などの就学支援、大学改革、学校耐震化などの施策を推進することといたしております。また、科学技術関係予算につきましては、研究環境を改革して、研究支援人材の確保と安定的雇用の実現を図るとともに、研究資金の改革や産学連携を進めることといたしております。地方財政につきましては、震災対応に万全を期そうか、地方歳出について地域の課題に迅速かつ的確に対応するため、地方公務員給与の削減を要請するなどという取り組みを行いつつ、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの地方の一般財源の総額を適切に確保することとしており、地方に最大限配慮をいたしておるところです。防衛関係費につきましては、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している状況を踏まえ、周辺の海空域における警戒監視の強化、安全確保や当初防衛体制の強化、各種事態への即応性の向上などを図ることとしており、実質的に11年ぶりに対前年度増額となっております。公共事業関係費につきましては、引き続き投資の重点化、効率化を図りつつ、国民の命と暮らしを守るインフラの老朽化対策や、防災・減災対策などの課題に対応するため、真に必要な社会資本整備などに取り組むことといたしております。経済協力費につきましては、日本の成長にもつながる分野などへの重点化を進めるなど、経費の見直しを行いつつ、ODA 全体の事業量の確保を図っております。中小企業対策費につきましては、中小企業の活性化を図るため、小規模事業者にかかる支援を拡充しつつ、資金調達の円滑化に関する施策、研究開発支援などに重点化を行うほか、最低賃金引上げに向けた中小企業支援にも取り組むことといたしております。エネルギー対策につきましては、原子力規制、防災対策の推進、再生可能エネルギー導入、及び省エネルギー推進に対する支援や、海外資源権益の確保などに重点化を図っております。農林水産関係予算につきましては、攻めの農林水産業を推進するため、担い手への農地集積の加速化や、新規就労者の確保、育成、6次産業化や輸出拡大などの推進、
農業基盤整備の充実などを図ることといたしております。治安関係予算につきましては、国民の暮らしと命を守るため、警察活動基盤の一層の充実や出所者などの再犯防止に向けた処遇の強化などに取り組むことといたしております。国家公務員の人件費は給与改定臨時特例法による給与減額のほか、退職手当の引き下げや定員縮減などを的確に予算に反映させております。なお震災からの発行につきましては、平成27年度までのいわゆる復興財源フレームを見直し、平成25年度を含めた今後の事業費は19兆円を上回る部分について、日本郵政株式の売却収入などの6兆円程度を充てることとし、復興財源に対する被災地の不安を払拭することといたしております。その上で、平成25年度東日本大震災復興特別会計におきましては、歳出について東日本大震災復興経費3兆7178億円、復興歳費662億円、復興加速費福島再生予備費6000億円を計上し、歳入につきましては復興特別税1兆2240億円、一般会計からの受け入れ金1兆2462億円、その他収入112億円、復興交際金1兆9000トンで26億円を見込んでおります。平成25年度財政投融資計画につきましては、緊急経済対策などを踏まえ、長期リスクマネーなどを呼び水として供給し、民間投資の喚起、中小企業などの支援や日本企業の海外展開支援などに積極的に対応することとし、計画の規模は18兆3896億円となっております。借換債などを含む国債発行総額につきましては、170兆5452億円と平成24年度と比べて減額となりましたが、公債発行総額残額ともに極めて高い水準にあります。財政規律を維持して市場の信任を確保するとともに、市場との緊密な対話に基づき、そのニーズ動向などを踏まえた発行を行うなど、国債管理政策を適切に運営してまいります。平成25年度税制改正におきましては、現下の経済情勢などを踏まえ、成長による富の創出に向けた税制上の対応、社会保障、税一体改革の着実な実施、震災からの復興支援のための税制上の対応、円滑、適正な納税のための環境整備など、所要の措置を講ずることといたしております。具体的には、生産等設備投資促進税制及び所得拡大促進税制の創設、研究開発税制の拡充、事業承継税制の見直し、所得税の最高税率の見直し、相続税の基礎控除及び税率構造の見直しなどを行うことといたしております。以上、財政政策の基本的な考え方と平成25年度予算の対応についてご説明をさせていただきました。長引く円高デフレ不況を脱却し、日本経済再生の道筋を確かなものとするためには、本予算の一刻も早い成立が必要であります。何とぞご審議の上、速やかな ご賛同いただけますよう お願いを申し上げますとともに、グローバル競争の激化や少子高齢などは日本だけが直面している問題だけではありません。諸外国もデフレ不況からの脱却を目指す政策パッケージとして、日本の経済政策に高い関心を寄せております。日本は先駆者として、デフレ不況からの脱却を実現し、世界にその解決策の一つの形を提示していかなければなりません。強い日本経済を取り戻すため、私も諸案の課題に全力で取り組んでまいります。国民各位のご理解とご協力を切にお願いを申し上げます。